すまない。待たせたか。構わん。今から始めるところだ。それじゃあ、今後の行動についてだが。そんなの決まってるだろ。あのオリジンとかいうのに乗り込んで、アルファをぶっ倒して、ナイルを連れ戻す。ま、そう言うと思ったよ。俺らの方針とも、概ね違っちゃいないしな。オリジンに向かうには、まず、監獄島を目指す必要がある。監獄島？じゃあ、早速。マッシュ。お、どうした、ニコル。話があるの。ここにいる全員に。なんだよ、改まって。すごく大事な話なんだ。なるほどな。分かったよ。ここじゃ落ち着かねえし、場所を変えるか。うん。じゃあ僕たちのテントで。それじゃ仕切り直して。ニコル、大事な話ってなんだ？どうしたんだい？あのさ、カギロイと話し合ったんだ。僕たちのこれからのこと。僕たちも戦う。マシューたち。ダメだ。そんな付け焼き場でどうにかなる相手じゃない。それこそやってみなくちゃわからないでしょ。あのな、俺はお前のためを思って。いや、レックス、カギロイの言う通りだぜ。お前一つでもできることがある。なのにただ何もせずじっとしてるなんざ俺だって嫌だ。どちらの言い分にも一理ある。このままでは平行線だが、どうする？さて、どうしたものかな。いや、もっといい方法がある。おいおい、そうくるか。僕たちが相手になろう。俺たちを倒すことができたら、あとはお前らの好きにすればいい。わかりやすいだろ。お、いいかもな、それ。シュルクとレックスなら相手にとって不足なしだろ。なんだ、おじけづいたのか。そんなこと。さて、コロニーの中でドンパチするわけにもいかねえし、場所を変えるか。始めようか、二人とも。ええ。やるからには勝ちたいよね。当然。お前にしては大胆な賭けに出たな、シュルク。これがお互いに納得できる最善かと思ってね。まあいいさ。どの道ここで終わるようじゃ、アルファとの戦いなんざ夢のまた夢だ。器はできていようと、カギロイもニコルも中身はまだ幼いままだ。ここは俺たちがケツを持ってやらなくちゃな。ああ、そうだね。それが大人としての責任だ。僕が前に出る。カキロイはサポートをお願い。分かってる。行くよ、ニコル。僕たちだけで勝てるのか。これで決着にしよう。おう。来る。あと少しだ。ここを乗り切れば。あれは。
影呂絵、見て、端末が。これって…おい、エイ、今の…ああ、二人のウロボロスパワーがかつてないほど高まっている。やるじゃないか、あいつら。これでも手を抜いたつもりはなかったんだけどな。ああ、してやられたって感じだ。嬉しい子さん、とも言えるね。大人の面目、丸つぶれだな。大丈夫よね。いや、そうでもね。どこか骨が折れたかもな。大変じゃない。今すぐ治療しなきゃ。ちょっと、そういう冗談やめてよ。全然面白くないから。人の親というのは、子を守るためにあえてこの意思をくじくこともある。そういうものだと思っていたよ。くじいてやろうとしたさ、割と本気でな。だがあいつらにはそれを跳ねのけるだけの強さがあった。結果が全てさ。何がおかしい？いや違うんだ、ただふと思ってさ。彼らの成長を喜ぶ日がこうしてまた経験できるなんてってね。違いね。アルファを倒しても彼らに待ち受ける結末は変わらない。いざその時が来たら、君たちは変えてやるさ、その結末ってやつを。たとえここが不条理でいびつな世界だろうと、子が親より先立つなんてことだけは絶対にさせねえよ。そのために打てる手は全て打つ。僕たちのこの命に変えても。まさか君たちは。お前、すまんな。お前じゃない。ああ、すまん。カギロイだったな。俺に用でもあるのか？誰かにその、ことづてを頼まれたとか。ありがとう。ん？俺、言ってなかったから。レイ？助けてくれた俺。ああ、なんだそんなことか。成り行きだからな。責めてくれたっていい。ふざけんなって最初は思ってたけど、今はこっちのがいい。自分で決められるから。そうか。ねえ、うん、その目最初から、それともこれか？アルファとの戦いでな、油断したツケみたいなもんさ。そうなんだ。不便ではあるが、結構気に入ってる。
俺が尊敬してる人と同じだからな。そういう人いるんだ。なんでそこまでするの？そこまでって何をだ？人助け。全然関係ないのに体まで傷つけて世界を守ろうと戦って。笑顔かな。笑顔？俺が戦うことで誰かが笑ってくれるなら、そんな世界を作ることができたら。だから戦うの？ああ、それにな。ん？関係ないなんてことはねえんだぜ。生きる以上は必ず誰かとつながっている。俺たちはそれを絆って呼んでいる。絆？お前と出会ったのは偶然だ。偶然お前と俺とが絆で結ばれたなら、守らねえとな。レックス、世界を守るってのはそういうことさ。物語終盤に飛び出てくる雪山だ。わ、なんかここ見たことあるぞ。どこも見、いやー、そこも見たことある。黒い山。信じられない。エイタはそれまで一度も会ったことないのにシティの人間だって思ってたわけ？数いたからな。全部を知ってたわけじゃない。昔シティに住んでて、あん時たまたま帰ってきて、そん時に俺に会ったって。何者かも知らないまま一緒に行動してたって？ほんと信じられない。話さねえやつの方が悪いだろ普通。君が全く疑わなかったから話さなかった、それだけだ。はあ？なんだそれ。大体この世界を一人旅だなんておかしいだろ。普通は疑う。疑わねえよ普通。あそこ今はインビディア山脈って呼ばれてるんだっけか？はい、そうですけど。なるほど、山脈ね。ん？何が言いたいの？いや、ちょっと思い出してな。昔あれに食われて大変な目にあったんだよな。あれはインビディアのアルス。やばい！食われる！は？おいおい、レックス、それ、新手の冗談か？ああ、なるほど、冗談。ちょっと大丈夫？主に頭とか。お前ら。まあ信じられんのも無理はねえか。あったな。というわけで雪山めちゃくちゃ登ってきたんですけど、ここまでね、もうバチクソ難しくて、キャラクターのマッシューさん、とりあえず絆アビリティフルコンしちゃった。多分今パート10時間ぐらいカットされてる。まあまあまあいいけどね。エイ。なんだい？僕は神になることを捨て、ビジョンの力を失った。でも君は。未来が決まったものでないことは君自身がよく知っているはずだ。もし僕が今君たちの未来の姿を告げたとして、それは一つの可能性。おぼろな姿でしかない。姿に形を与えるのは君たちの意志だ。それが未来なんだよ、シュルク。
そうだったね。年は取りたくないな。つい臆病になる。それでちょうどいいもん。脇目も振らずに突っ走るのは若いもんに任せとけばいいもん。言うねえ、リク。ってのは師匠の受け売りも。師匠か。そういうやつにこれを渡せって言われたもん。それはみんながここにいるもん。シュルクの底にもいるもん。僕たちは一人じゃない。うん。なんか終盤に向けて挟まるムービーいいわ。下は見ない方がいいな。うわ、つくづく1と2やってきてよかったな。うわ、この橋とか懐かしい。覚えてるわ。だけど1と2どっちだったかなと思って、1かな、シュルクさん世界線だった気がするけど。ようやく着いたか。ここから監獄島の内部に入れそう。中から嫌な気配を感じる。引き締めてみましょう。監獄島の中もなんかの遺跡みたいになってるんだな。すごく嫌な感じがする。まあ監獄島って名前からしてな。にしても随分と広いな。一体何を習慣してたんだ。ここにも黒い霧をまとったモンスターが。霧の獣だ。黒い霧が生んだ世界の歪み。今はアルファの手先となっているが、あれは本来存在してはいけないものだ。あんまり長居はしたくねえな。なんでだろうな。あのオリジン、初めて見たはずなのに、前から知ってるような気がするんだよな。マシュー、おそらくそれは気のせいなんかじゃない。あ？どういう意味だよ、エイ。君の持つブレード、それにはある特別な金属が組み込まれている。その金属とは、オリジンのかけらだ。え？しーちゃんがくれた？こいつが？君の運命は、そのブレードを手にした時からずっとオリジンと共にあったんだ。そしてついに君はオリジンの前へとたどり着いた。今こそ運命を解き放つ時だ。君が望む未来をつかみ取れ、マシュー。ああ、分かってるよ。俺たちはこれからも生きていく。そのために必ず終わらせてやる。僕も力を貸そう。僕が君と共にしてきたのはまさにこの瞬間のためだ。ありがとな、エイ。というわけで頂上着きました。長かった。こう言っていいのかわからないけど、懐かしいな。かつて君はここからウーシアの記憶空間へと向かった。アルファはあえてそれを再現しているんだ。つまりここから箱舟へと行けると。そういうことになるね。Nか。わざわざ待っていてくれるとは、律儀なやつだぜ。どうしたの？あんな死生観見たことない。Nはケベスの死生観だから。わかってる。私が言ってるのはあの目。目？死生観ってもっと楽しそうにキラキラしてるのに、あの人全然光がない。嫌、うん、だよあんなの、うん、当選簿ってか。
そんな顔してるぜ。アルファはお前を待っていると言った。だからなんだ。それはつまりお前が必要だということだ。お前なしでは箱舟は飛び立たない。まだるっこしい言い方はやめろ。イラつくんだ。ナエルをこの世界に留めているのはお前だと言っている。だから魔衆を消そうってのか。あの子を救おうとはせずに。てめえ相当歪んでいるな。本心なのか。これが約束だ。喜ぶとでも。永遠の流れの中で過程は意味をなさない。飲み込まれていく全てな。来るがいい。行きます。